皆さん、こんにちは。ナッシーもこんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日は、ネットフリックスで話題騒然、配信ドラマ、地面師たち、見てきたようです。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、ハマってるらしいじゃないですか。周りの人も。はい、私の一番近い人はもうバチバチにはまってましたね。面白い、面白いって。だけど僕もなんか、地面師たち、なんだっけな、YouTube かなんかでやってますよ、みたいなやつを見て、で、本編見て、見たんですよね、僕も。気づいたらね、全部見終わってましたね。これはね、非常に一気見率高いと思います。あ、本当、そんはい。な7エピソードか、今見てみた。そうね、そう、なんかそんぐらいの記憶、6か7だったな、ぐらいの感じで。っていうのが、まあ、地面師たちなんですけど、あらすじに入る前にね、ちょっともっと外側から行こうかなと思うんですけど、一気見と対極にあるのがさ、この間、ちょっとこう、実写版の話をした、七夕の国かなと思うんですよね。あれはちょっと話した時はさ、いや、これちょっと1話で脱落しちゃう人多いんじゃないかな、みたいああ、確かに言ってたね。そうですな。そね。う、っていうところがあるかなと思うんですけど、じゃあなんで地面師たちはこう一気見しちゃうかっていうと、これがまあちょっと悲しい話といえば悲しい話なんですけど、やっぱ映画の三大要素を満たしてるからなんじゃないかなって思うんですよね。おお、三大要素。そう。思わず見ちゃう。まあ映画に限らないですけど、エロ、暴力みたいな話ですか？そういうことですね。セックス&バイオああ、レンスみたいな感じじゃないですか。なるほど。前者の方はね、そんなに要素として大きいわけじゃないけど、このバイオレンスの部分。ああ、なるほどね。いいバイオレンス味なんだね。まあね、こう主要なキャストも見て分かるより結構こう何、そのまま薬剤が取れるそうな感じの人たち。得意そうだよね。みんなそう、バイオレンス。詐欺師の話ではあるけど、いうところでね、やっぱそこが魅力としてあるかなと思いますが、まあ、まずはね、軽くね、あらすじを話してみたいと思います。ネットフリックスのあらすじは2行らしいんで、本当のね、原作本のあらすじを話します。で、ちょいちょい、作中のね、役名を、現実の、役者さんで。人にね、変えながら話していこうかなと思います。ある事件で、母親と妻子を亡くした綾野剛は、大物地面師、豊悦と出会い、彼の下で不動産詐欺を行っていた。豊悦のメンバーは、元司法書士のピエール瀧。土地の情報を集める図面師の北村一輝。土地所有者の成りすましを手配する小池栄子の5人。彼らは一仕事を終え再集結し、豊悦の提案で次に狙いをつけたのが、まあ、五反田にある広大な土地。市場価格100億円という前代未聞の案件だった。一方、定年を間近に控えたリリー・フランキーの瀧は、かつて逮捕したが不起訴に終わった豊悦を独自に追っていた。次々と明らかになる地面師たちの素顔、未だかつてない綱渡りの詐欺取引、難航する瀧の捜査、そして地面師の世界に足を踏み入れた綾野剛が知った衝撃の事実、それぞれの思惑が交錯したとき、待ち受けていた結末とは、てんてんてん。そしてどうなるかという感じですね。面白そうですね。ね。最初がオーシャンズイレブンみたいな。確かに、なんか。確かに。確かに。そう、いや、そう、そう。だから僕そっち側だと思うんですよ。なんかこう、華麗に土地をかっさらっああ。はていく人たちみたいないはいはい。感じの話かなとは思ったんですけど、いや、全然そんなことなかったわっていう感じ。でもなんかこう、続編とかあるっぽいんで、ああね、なんか。そう。言ってたね、続編が絶対あるっていう、身近な人も。で、原作の方も続編があるんですよ。あ、面白いタイトそうル。だ。地面師たち、ファイナルベッツ、ファイナルベッドみたいな感じ。今度は IR 誘致編だみたいな感じのね。そんな感じっすよね。全然あり得るよね。続編も。っていうとこなんですけど、まあ、そのじゃあ、オーシャンズイレブン的な話ではなくて、なんかもうちょっとこう、描き方としては本当にもうなんかヤクザ映画のそれって感じで。で、まあ、ちょっと面白さのポイントはいくつかあるかなとは思ったんですけど、
まあほとんどの人は主人公の綾野剛さん感情移入すればいいと思うんですよね。だからまあ彼のこう生い立ちみたいなところからちょっと始まったりするんだけど、まあ、結構時間割かれるんだけど、なんでこの人地面師やってんだろうみたいなね、ところから、うん、だからそんな なんか根が悪そうな人でもなさそうなのにな、みたいなところがあって、なるほど。だからこの人なんか地面師にさせてるその動機は何だろうみたいなところで、うん、まあ、見ていくのが普通の面白がり方かなと思うんですよね。なるほど。なんか、あれですけどね、その普通のっていうことは、うん、特殊面白ポイントみたいなのがあるんですか？それはちょっと人によりけるから、まあ、僕にとっては、まあまあ、まあ、うん、そうだよね、こんな感じだよね、みたいな感じ。ああ、はあ、はあ。言っちゃっていい？どこまで言っちゃっていいですか？だし、これから見る楽しみがあると思いますけど。結構聞きたいかな。OK。私も聞きたい。横で、この綾野剛さんが、俺は地面師じゃないみたいな、なんかセリフがあるんですよ。ほうほう。だからなんか、完全に受け入れてやってるわけではないのかなみたいなのをちょっとこう想像しながら 見ちゃったんで。なんていうと、こう割とこう生きることにこう絶望しちゃってるわけですよ。主人公の綾野剛が。そう。まあ、なんかバックグラウンドとしては、うん、おとんが地面師にはめられて。ああ。自殺とか。いや、挑発とか。放火。自宅の放火。あらららら。で、もう母親も妻も子供も全員失っちゃうみたいな。ああ、おとん、そうか。で、おとんはちょっと生き残っちゃったみたいな感じでね。まあ、おとんも。生き残ってんの？おとんは生き残ってる。おとんだけ生き残ってる。マジか。っていうのがあって、まあ、要は生きる理由がないわけじゃないですか。うんうん。なので、どうにでもなれみたいな感じだし、まあ、その原因を作ったのは、こう、地面師におとんが騙されたからって考えると、うん、なんかこう、クロサギ的な話だよ。うんうんうん。まあ、ちょっと地面師にやられたし、地面師の恨みは地面師で晴らそうみたいな、なんかそういうテンションなのかな、みたいな感じで、うん、まあ、行くんだけど、まあ、割と別にそこはひっくり返らないっていう。なるほどね。そこに仕組みがあるわけだ。そう。で、なんかまあ、その実家までなんかこう不動産仲介業やってたから、まあちょっとこう不動産にもちょっと詳しいし、みたいな感じ。うん。っていうところがある。で、ハリソン山中こと、豊悦ですよ。豊悦。うん。本当にラブレターでラブレターを書いてた人とは思えないぐらい極悪な人でした。ちゃんと言うと映画ラブレターでね。映画やラブレター。うん、ラブレターを書いてた人とは思えない豊悦でしたね。その うちの妻は見て豊悦のファン気味になってまして。あ、本当。まあ、いや、セクシーもセクシー。豊悦やっぱ悪い人の方が映えるなっていうのはちょっとあるよね。うん、結構いい感じの悪人だったんだ。いや、そうだ。でも顔が悪いもん、顔が。やっぱこの地面師を、正直地面師を一番面白くしてるのは、うん、この豊悦さんだと思います。まあ、その、豊悦が体現してる、そのキャラクターの魅力。ハリソン山中。なんてかというと、他の人は、まあ、どっかで見たことあるようなね、キャラだったりするわけですよ。おぉ。まあ、それこそさっきなんかもヤクザ映画っぽいって言ったけど、なんか、あ、この人はなんか、アウトレイジにいたなとか、こうあるわけじゃないですか。うんうん、で、それ見の、まあ、もちろんね、アウトレイジが面白いから、全然それでも面白いんだけど、この、豊悦だけ、何のために地面師をやってるかっていうのが、他とちょっと違うんだよね。お、確か映画のポートもそこからスタートした気がする。豊悦のなんかバックグラウンドみたいなところの話から。ああ、最初の問いが。まあ、ほとんどの人はこう地面師を金儲けのためにやるじゃないですか。うんうん。金持ちになりたいみたいなところで。そうね、それ以外。そう。まあ、一般的に考えたらないだろうっていうところ。そうそう。まあ、普通ね、犯罪を犯すって言ったら、まあ、大体金か恨みかみたいなところだと思うんだけど、うん、そのどっちでもないわけ。おう。で、要はもうこの豊悦は単純にその生きるか死ぬかのこうギリギリの瀬戸際を綱渡りで渡って勝ったっていう快感を得たいっていう。やりがいでやってる人なんですね。そう、もうやりたくてやってるみたいな感じ。ええー。なんかたまたまハマったのが犯罪でしたみたいな感じですよ。なるほど。まああるじゃないですか、そういうのね。なんかこう、たまたま 性的快感を得られるのが、その犯罪でしたみたいなのは、ある、うん、一定のタイプあったりしますけど、その一種っていう感じなので、まあやっぱ、こう、一番ぶっ飛んでるというかね。だから最初に一件、こう、ちょっと、かなりで、まあそこ、それでもやっぱ、デカめのね、案件を、こう、あげるっていう話がある、うん、最初の1、2話かな、もしくは1、2、3話ぐらいで。
紹介としての仕事みたいな。そうそうそう。また、うん、要はチーム側でうまく機能した例みたいな感じで。うんうん、こういうチームですよ、みたいな感じで。あるんだけど、そこがなんかこう、10億とかそんな感じで、まあ普通にでかい金額じゃないですか。うんうん、いや、でもな、ちょっと、10億みたいな橋田がね、得てもな、みたいな感じ。周りもドン引きみたいな。うわ、やばいこいつみたいな感じ。およやつやばいんだけど。いやもうなんか、もう誰からなんか死人がいっぱい出るようなやつやりましょうよ、今度は、みたいな感じで。ああ、でも本当に緊張感が上がっていけばそれだけいいっていう、一人だけやばいやつ、ね。そう。で、周りも、ちょっと、うわ、ちょっと若干ついていけねえな、みたいな、こう、区域もね。だその、10億、まあ、ぐらいって言ったら本当良くないけど、だったら、周りとこう、すんなりこう、こぎれにね、まとまって、成功できるのに、いや、100億はちょっと無理じゃねえ、みたいなところで、ちょっとドンビクみたいな。でその100億円の詐欺案件っていうのがこの今回のメインの話になってくる。まあ、元の事件はね、清水ハウス地面師詐欺事件、2017年6月のやつですね。本当にあった規模の金額なんかね。そうね。まあ、実際はなんかね、まあ、100億円はいかなかったらしい。なんか60億、70億とか。いやー、すごいね。成立すんのかよと思うけど、成立するんだもんね。なんというか、地面師って、なんて、詐欺として。なんか土地の売買したことあれば分かるんですけど、割とこう、うん、基本はやっぱ、自分が何者であるかって書類じゃないとこう証明できないじゃないですか。確かにね。これは有名な話でね、人は自分で自分を証明できないっていうパラドックスがありましてみたいなところで、うん、なんか例えば、いくら私が、いや、私は大谷翔平ですって言ったところでね、じゃあ身分証見せてとかこう言われるわけですよ。そう、まあ、そんな感じでこう、で、その書類さえ偽造しちゃえばできんじゃないのっていうところが、まあ、大きな流れなんですけど、ただ、まあ、その書類で偽造できないなんか本人確認みたいなこう質問があるんですよ。うんうんうん、一番、普段はどこのスーパー使いますかとか。はいはいはい、なるほどね。今の家に いつから住んでますかとか、そういう。で、だそこをうまく切り抜けられるかどうかが一つのこうドラマ的なハラハラみたいなところもあるんですよ。うんうんうん、なるほど。で、豊一のもう一個 の性癖がありまして。はい。まあ、一つ目は、こう、なんかこう、うまく乗るか反るかのこうギリギリに興奮したいみたいなところで。うん、で、もう一個は、まあ、これちょっともしかしたらまあ解釈違いはあるかもしれないんだけど、自分が死ぬと思わなかったやつをダブり殺したいっていう。ああ、時々いるよね。めっちゃ狂気やらに漫画とかのポーズ。驚いた顔が見たいみたいな感じなんですよ。はいはいはい。顔が見たいって。今死ぬとは思わなかったみたいな、その、なんか、びっくりの、からの恐怖が見たい。でもこれってさ、今聞いた人は、なんでそんなのみたいな感じになるかもしれないですけど、だこれを笑いにしてるのが、なんか水曜日のダウンタウンの、人がいたら、が一番怖いみたいなシリーズだと思うんですよね。なんか、人がいないと思って、人がいるから、こう、怖いみたいなのがあるじゃないですか。その驚きからの恐怖みたいな。そうね。それに近しいところはあるけど、まあ、だからそういう、それ、別に、まあ、人を殺したいとは思わないと思うけど、まあ、豊一の場合は、かつ殺しちゃいたいみたいな感じでね。そう、うん。相手が驚いた顔を見ながら、殺したいみたいなところで、だそのために、わざわざこう、なんか、録画する、そのシチュエーション。で、録画して、なんか、すげえ高い、お酒飲みながら、ちびちび飲む。最高だわ。いやもう、この変態だ、ね、最高だわみたいな感じの。他の漫画とかだと絶対粛清される前の前振りの。そうね。聞き方なの。で、やっぱそこがちょっと理解できないけど、なんかこう、本能的に分かる部分が多分あるんだろうね。うん、ああね、変な話だけど分かるよね、まあ。そうそうそう。なんか自分の心の中にもちょっとそういう瞬間ってあるんじゃないか。うん、いや、いわゆるこうあるよ スカットジャパンの類の一つというかね。笑っちゃうよね、爆笑しちゃうっていう、なんかそういうの分かるよね。で、だからこう、やってること自体は本当、路悪的なんだよね。人が苦しむ姿見て、うん、なんか飯が進むみたいな話だからさ、飯うまじゃん。本当に路悪的なんだけど、なんかちょっとこう、まあ分からでもないなみたいな感じで見てしまうというか、っていうこの二大性癖のおかげで、こう、豊悦が光に光りまくってるという話ですよ。話の感じで不思議なのはさ、うん、主人公の綾野剛くんはその豊悦側のグループにいるんでしょ。そう。なんか対立する構造じゃないわけじゃないですか。
はいはいはい、あらすじだけ聞くと誰が一番の悪玉なんだろうっていうのがパッと分かんなくて、うん、まあ今の話聞くときっと豊悦がやばいのかなと思うけど、まあ、リーダーですよ。豊悦がリーダー、味方も食っていくようなそういう展開になってくるんです。なるほどね。ああ、いつその主人公と対立するのかみたいな話ですか。基本的にはそこはまあ始終関係というかね、まあ師匠と弟子みたいな関係で、うん、前半はね、こう詐欺グループ VS その詐欺られる会社ですよ。騙されないぞって、ちゃんと本人確認しましょうみたいな感じで、騙されないぞみたいなところにもあるし、うん、でそこにまあ第三勢力として警察、ピエール・タッキーじゃないや、リリー・フランキーがいる感じ、うん、第三勢力としてね。で、まあ、先に質問に答えると、まあ、やっぱほら、豊悦は性癖が半端ないじゃないですか。あの合理的に考えたら、もうそんなんやめとけよみたいなね、こう危ない橋渡るとか、あのやめときゃいいのにやっちゃう人じゃないですか。うん、やっぱこう、そうなるとこう身内にもちょっとちょいちょい手を出し始めちゃうんですよね。ああ、なるほどね。うん、そこで、こう対立が起こっていくみたいなところ。なるほど。知り合いたくない人ですね、実生活にいたら。そう。絶対知り合いたくない。まあ、だから、ほら。アウトレイジとよろしくさ、こう身内にも敵がいるみたいな感じ。そういう風になっていくみたいなところかな。やっぱまあ、金のためにやってる人はさ、やっぱこう、取り分が多い少ないとかでこう揉めたりするじゃん。うん、うん。そういうところ。そういうところ。なるほど。まあ、ちなみに僕がこう、ここ素晴らしかったなっていうくだりをちょっと話すと、やっぱね、僕あの、リリー・フラッキーの立ち位置がすごい良かったんですよね。おぉ。要は、そう、この豊悦を追う、踊る大捜査線でいうところの長さんですよ。うんうんうん、もう引退間近刑事みたいな。本当になんかもうしびったれたね、ベテラン刑事に見えてきちゃうから不思議だよなっていうところで、ね。まあね、もちろんみんなその魅力的なキャラクターですけど、個人的にはこのリリー・フランキーさんの、あの、タツさんっていう人が僕の中では MVP でしたね。へえ。で、その人がこうどういう展開になるかっていうのはぜひこう見てからのお楽しみなんですけど、うん、なるほど、こうなったかって感じのね、もうあそこは前半のクライマックスなんじゃないかなっていうところ、やっぱこう対決シーンがあるわけじゃないですか、対決シーンが。おうおうおう、当然ですけど、デカとね、詐欺師の対決シーンがありますけど、こうきたかって感じでしたね。いや、結構ベタ褒めですね、なんというか。そうね、まあ、ただじゃあ、見ない方がいい人たちの話もちょっとしておきます。じゃあ、こういう人たちは見ない方がいい。うんうん、向いてない。そう。もうこれはね、明らかですよ。共感性周知をお持ちの皆さんですよ。え？みんなお持ちじゃないですか、そんなの。いや、ない人もいるじゃないですか。ない。まあ、強弱があるよね、確かに。そう。で、共感性周知がない人が社会でのし上がっていくんじゃないですか。知らんけど。知らんけどだ。知らんけど案件だけど。共感性周知が出てきそうな話じゃない気がしたけどね。かもられる側ってこと？そういうこと。かもがられる心理にこう寄り添っちゃうと、どんどん、なんか本人たちは、いや、よかったよかったとか言いながら、どつぼにはまっていくわけじゃないですか。なるほどね。共感性周知が強めの人は、なんかもうそれ見たら、ちょっともう胸が痛くなると思う。ああ、へこんでっちゃう感じね。そう。もうちょっと、もうかわいそう。やめてあげてよ。あーってなってもダメじゃん。あ、もうそんなかわいそうなんだ。やられる。今でも、案件が案件じゃん。まあ、個人じゃなくて会社の金とはいえさ、もう会社の中での立場がなくなるとか考えるとさ、ああ、しんどくね。これはしんどい。しんどい。そう。だからもう見てるときは、もうそうじゃなくて、うん、もう豊悦側に立って、やったらやったらやったら、おいしい酒飲ましてくれってならないと、ちょっとしんどいところはあるよね。そうか。まあ、そうだね。豊悦悪い。スカットジャパン形式のその、騙される側の悪さとかは特にないんだね。ない。ただの、小市民たちなんだね。そう。だスカットジャパンにするためには、その、騙される方も悪くしなきゃいけないじゃん。うん、うん。だそれとか、漫画とか映画のクロサギとかそこら辺はさ、相手も悪い詐欺師だから騙してもいい、スカットジャパンじゃないですか。うんうん、そうね。うん、なんですけど、別に今回は別に、ただ真面目に働いてる、ただただ頑張ってるサラリーマンが、というかね、会社が強敵になるじゃん。うん、まあ、なんかちょっとこう、裏でちょっと悪いこともしてましたとかね、ちょっと嫌なやつですみたいなことはあるけど、まあ、とはいえ、まあ、身近にいるレベルの気が強い人じゃないけど、まあ、普通に頑張って働いてる人たちだ。そう、だから別に犯罪者ではないわけよ。決してね、犯罪者、うんうん。法律の範囲内で、まあ、ちょっと、性格は
微妙かもしれないけど、頑張ってる人たちって考えると、かわいそうじゃん。そうね。ただただかわいそうじゃないですか。下げられるなって、ただただかわいそうじゃん。もう、会社のため、自分のため、家族のために一生懸命頑張ろうと思ったら、下げられましたみたいな。超かわいそうだ。かわいそうね。そんな作品作っちゃうっていう。そこ同情しやすい人はちょっと辛い時間があるかもっていう感じね。なるほど。ただただ辛い気がするなっていうところ。なので、まあ、見るときは、もうそれをこうスイッチ切って忘れないと。世紀末の自分を出して。ちょっともう、豊悦とかね、綾野剛さんとかにこう、ちょっと、あのとか、ピエール・ダクさんとかにこう、感情移入していかないと、なかなかっていうところはありますよね。なるほどね。結構重要なアドバイスというか、あれだったかもしれない。私にとって、ね。先に振り切ってた方が楽しめるからね、そういうの。先に振り切っとかないと、もうなんかもう被害者側に共感した瞬間にもうちょっと、うーって心臓が痛いってなっちゃうんで。じっくりはめられていくわけじゃないですか、徐々に。もう いっちゃんきついじゃん。いっちゃんきついじゃん。しかもなんか割とこう取り返しができないレベルのに下げられるというかさ。なんかちょっと一晩まあ数万円ちょっと騙し取られましただったら、まあまあまあ、数万円はね、ちょっと大金だけど、まあしょうがないよね、みたいな感じで諦められる。ね、数十億、数百億いくとね、もうなんか、それは豊悦の言う人が死ぬような案件じゃないですか。そうね。もう今思った。人が死ぬ数字だよね、なんという。っていうところが、まあ、お勧めできない人へのアドバイスというところですかね。じゃあ、本当結構大人向けのドラマなんだね。うん、まあそうね。割と。だってさ、まあ、その土地の売買って、まあよくわかんないじゃないですか。うん、まあ、よくわかんなくても見れるようにはなってますけど、そこら辺はね、でも本当にその詐欺シーンの詳細っぷりがすごいというか、おお、まあ要は最終的にさ、土地のさ、権利が移動するってこう、まあ映画とかでも描かれるから知ってるかもしれないけど、こう司法書士さんとか、あの銀行の人とか集まって、うん、こうみんなでこう一気にやるんですよ。で、本人確認書、書類、間違いないですねって言って、うんうんうん、で、本人ですねって言って、で、じゃあお金振り込みますって、お金振り込んで、はい、じゃあ今、書面とお金の移動が完了しました。で、今から土地の権利は借りましたって、こうなんか一種こうセレモニーをやるみたいな。はいはいはい。そこがクライマックスになるわけですよ、基本的には。うん。なんか詐欺が成功するしないみたいなところ。うん。だそこの緊張感みたいなところ。なるほどね。だそういうなんかこう知的ゲームなところあるじゃないですか。うん、でこういうのを最近僕はね、小さな巨人っていうあの刑事、はいはい、ドラマを見てたせいでちょっと逆にそっちが気になっちゃったんですけど、こういう詐欺グループってこう捜査1課ではなく捜査2課の範囲なんですよ。はい、いわゆる、うん、知能班と呼ばれるところ、うん、知能ゲームみたいなところがあるんで、まあ、そういうところの面白みもあるかなっていうと。あとは普通に登場人物もめちゃめちゃ多いし、金かかってなって感じでしたね。うん、ネットフリックスドラマ面白かったですね。いや楽しみ。まあでも雰囲気的には何に一番近いかな、アウトレイジ味かな。アウトレイジの詐欺シャイロックの子供たち、映画で例えるとね、シャイロックの子供たち多数、うん、アウトレイジ割る2って感じなるほどね、わかりやすい気がするけど、まあ、シャイロックの子供たちもね、なんかその、まあ、詐欺の話というかね、というところはあるんで、ね、一種のね、一種の詐欺みたいなところのね、話があるんで。っていう感じですかね。どうですか、魅力伝わりました。いや、なんか、その、豊悦が見たくなりましたね、やっぱり。そう、やっぱね、豊悦とリリー・フランキーさんですよ。ああ。この二人に注目してみると、大変楽しく見れるんじゃないかなというところがありますね。やっぱこう、ネジの外れた犯罪者と、それを追う、こう、真面目な刑事っていう、この、ここだけでも一本ね、あの、キャッチミー、イフキャーみたいな感じじゃないですか。ああ、そうね、懐かしい。そういう面白さがあるかなって。どうですか、見たくなりました。いや、見ますね、これは。マジで一気見した。一日で見ちゃった、本当に。周り見てると結構ね、そういう人多いっぽいんだよね。まあ、一日二日で入り見ちゃうみたいな感じで。今更ね、何とはとは言わんすけど、あの今回の話の冒頭で比べた作品に比べると圧倒的スピード感、うんうん、
圧倒的スピード感でもトン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 とこう展開は変わっていくし、だから、まあ、さっき共感性羞恥の話ちょっとしましたけど、もう感じる間もないぐらい展開が変わっていくというかね。だから素晴らしいスピード感と暴力性ですよ。なるほど。ああ、いいね。いいね。見たいね。いいですね。し、なんかこうちょっとやっぱ知的犯罪なんでちょっと頭が良くなった勘違いも発生するじゃないですか。なんか、それもあさっあるて、ある。もうエンタメとして最高じゃないですか。そう、エンタメに必要な要素を全部盛り込んでるなって感じですよね。これは口コミでも広がっていきそうなね、気がしますよね。インサイドヘッド2のほっこり映画の裏でこんなだからゴリゴリに。地面師見て、ちょっと心すさんで、インサイドヘッド2見て、ちょっと心の平安を取り戻した方がいいんじゃないですか。これバランスを。まあ、配信するときはお盆とっくに終わってると思うけど、ボンはインサイドヘッド2を見て、ハッピーになろうみたいな感じじゃないですか。というわけでね、じゃあ来週はインサイドヘッド2ということで、まあ、僕はちょっと2を見るか分かんないですけど、タイミング的に、まあ、1はせめて復習しておこうと思いますというところですかね。はい。いじゃあそんな感じで満足していただけましたか。や、見たいですね。見ようと思いますね。また睡眠時間が削られるんでしじゃあ、2に期待しながらね、ぜひ1を楽しんでいただければというところで、本日もありがとうございました。ょう。うん。ありがとうございました。